レッツリライフ。今日はこいつ、今日ね動画を撮るっていう体でね集合して、11時に集合したのにかかわらず1時40分。こいつなかなか起きねえんだ。でね、さっきからね、起こしては寝て、起こしては寝て、動画を撮る、どうすんの、撮んの、撮るって言って、じゃあ撮ろうって言って、もうちょっと待ってって言って寝るっていうのをずっとさっきから繰り返してるから、制限時間30分の5分に1回いたずらをして無理やり起こします。まず1発目、45分になったら1回目のいたずら仕掛けていきたいと思います。待ってると5分って長えな。よし、45分になったんでいたずらを仕掛けていきたいと思います。起きろー。おいおいおい、上を向け、上を向きやがれ、貴様、貴様上を向きやがれ、上を向きなさい、君、君ちょっと一回上を向きなさい、一回いたずら食らってみよう、これをね、食らったら面白いから食らってみようね。痛くない、痛くない、痛くもくすぐったかもない、痛くもくすぐったかもないから、あんまり動かない方がいいから食らえな。やだ、なんかやだ。ちょ、健康状態に害はない、痛くもないし、うわって、あれ、あれ、香ばしい匂い。あれ、あれ、くしゃみが出なかった。やば。いいぞいいぞ、聞いてる。後からじわじわ聞いてるぞ。じわじわ聞いてるぞ。ダメージは。ダメージはそんなに。今のでも起きないってことは50分になったんで、第2回いたずらを仕掛けていきたいと思います。ちょっとごめんね、ちょっとごめんね、ちょっとでいいよ、ちょっとごめんね。あ、やばい、太かった。あ、やばい、このティッシュさ、細くすると切れるんだよね。めっちゃシュールな絵ができた。おおおおおお、なんで鼻中心に攻めるの。これ皆さん、ね、もしかしたらね、起きてちゃんっていう人がいるかもしれないですけどね、いや基本起きてるんですよ。大きいから、よっしゃ、準備するかまでの道のりが長いんですね、俺は。だからもうそこですよね、思いっきり引っ叩くとかやっちゃう。あれ、胡椒効いてる。なんだ、なんか。あんまり効かなかった。起きて、いい感じに起きてきてる。懐かしのこいつ。あ、あれ、こんなだったっけ。よし、お前が悲鳴を上げるまであと1分だ。お前、時間ですよ、いたずらタイムだよ。ダメだよ、見ちゃダメだよ。匂いでわかるんだよな。口を開けなさい。お前マジで言ってんの。デスソースは全然効かなかったね。マジかー、デスソース効かないのね、君。マジデスソースってあの意外と辛くないんですよ。もうこれを口の中に突っ込めばそろそろ起きるべ。口に食べ物が入るっていうのはね、強制的にね、口と舌と消化器官がね活動を再開するからね、
起きちゃうんですよね。そう、まあ起こすっていう動画だからね。はい、5分でーす。はい。種を出して汚い全然大したことないっていう。結構冷めてきた。ギンギンよ。梅干しうまっ。米干し。じゃさっきからちょっと目をバッて覚まさせるために刺激的なのではもう起こしたから、あとはあもううぜえなうぜえなっていうやつ、そっちの方がいいよね。俺に聞くな。はい、10分になったんで行きたいと思います。どんぐらいだろう、サビぐらいがちょうどいいよね。バックナンバーの大不正解流してます。お、乗ってきた。いやね、本当はねセカオワとか流した方がいいかなと思ったんだけどね、セカオワあんまねバーンって盛り上がる曲が少ないからね。僕らは完全無欠じゃない。世界を愛せるわけでもない。言葉ありそう、つらもそう。はい、15分画面がついてなかった。15分もう戦争です。もう勝負です。戦争。もう行きます。あっ、あった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 。